キャメロンはですね、彼らの持っている海洋調査船、ケルディシュ号をチャーターします。じゃあちょっとこの船で、早速タイタニック号を見に行きたいと言ったんですけども、その時にですね、35分の1のタイタニック号の模型ですね、全長7.7メートルの模型をケルディシュ号に持ち込みました。潜水艇2隻に乗るですね、操縦士たちに小さいビデオカメラを持たして、この7.7メートルの模型の上で徹底的にみんなに研修させたんですね。これはあの、何かっていうとですね、 プレビズなんですよ。あの、シン・エヴァンゲリオンでアンド君がやったことですね。実はですね、シン・エヴァンゲリオンでプレビズやる前に、プレビズをですね、やった作品が日本にもあった。それ何かって言ったと、ローレライという映画なんですよ。樋口真二監督がですね、2005年に作った映画でですね、不思議だなと思ったのが、ローレライのね、潜水艦のミニチュアサイズがやたらでかいんですよ。7メートル以上あるんです。タイタニック後編。 えー、いきましょうか。まあもう本当にねゆっくり話しますねえー、まあこっからだねじゃああの、まあ、ジェームス・キャメロンこの左側の背の高い人ですえー、1954年の8月生まれだから僕より4つ上ですね、まあ、だから、えー、今年でですね67になるんだろうな カナダの出身です。4回離婚して、今5回目のですね、あの、5人目の奥さんがいますね。で、隣にいるですね、この太ったおっさんはですね、あの、親友のですね、ギレルモ・デル・トロですね。パシフィック・リムとか、あの、あの、ま、シェイブ・オブ・ウォーターの監督というふうに言えばいいのかな。あの、ま、10歳下のですね、メキシコ人の親友の監督ですね。高校の時に、あの、キャメロンっていうのはですね、 割とあの、面白い人でですね、高校の時にですね、あの、カナダからカリフォルニアに移住しててですね、で、大学もカリフォルニアのですね、州立大学行ったんですね。でも、中退したんですよ。で、なんでかっていうと、5人の兄弟を、えー、食わせなきゃいけないということで,ですね。まあ、そのためにトラックの運転手をやってたんですよね。で、この時期にですね、高校の同級生のですね、あの、女の子と再会してですね、この高校の同級生の女の子がですね、あの、ウェイトレスしてたんですよ、レストランで。 で、一目惚れしてですね、結婚したと。あの、ターミネーターでサラコナーがですね、もともとファミレスでウェイトレスやってたのはですね、もう高校の時のこの彼女のイメージなんですね。再会した時にですね、自分がトラックの運ちゃんやってて、入ったドライブインレストランでですね、ウェイトレスやってて、かっこいい働く女かっこいいもうほんと、キャメロンはね、働く女に弱いんですよ。 で一目ぼれしてですね働く強い女が好きとまあそういう男なんですねしかしですねトラックの運転手をしててまあそれなりに満足の生活だったかもわかんないですけど23歳の時にスター・ウォーズ見ちゃったんですよねでスター・ウォーズ見た時のもう言い草がこれもやっぱりデルトロに言ってるんですけどもこの映画は俺が撮るべきだった なんで撮れなかったのかと、俺がトラック運転手なんかしてたからだっていうふうに言うんですね。だからもう自分の才能に関しては疑ってないんですよ。トラック運転手さえしてなかったらスターウォーズを俺が撮ってたって思ってですね。で、友達と二人でですね、あの、ゼノジェネシスっていうですね、SF 映画をですね、3 5ミリの自主映画を撮るんですね。最初から3 5ミリの自主映画ってなかなかすごいんですけども、YouTube で見れますゼノジェネシスっていうタイトルですね。で、もう内容がですね、もろにターミネーター。 なんですね、もうメカデザインから動きからですね全部ターミネーターであ,もうあの頃からイメージ完成してたんですよねでこのゼノジェネシスって 35mm のフィルムをまあ,あの自分の履歴書というのかなとして持っててですねロジャー・コーマンっていうおっさんに会いに行きますロジャー・コーマンっていうのは、まあ、低級予算の帝王とかですね B 級映画の帝王っていうふうに言われた男でですねあのまあめちゃくちゃ安く映画を作るので有名な人なんですよで割とね才能のある人だったら それまでのキャリアとか関係なしに雇ってくれるんですね。しかしですね、ロジャー・コーマンの映画会社に所属したんですけども、与えられた仕事がですね、またもやトラックの運転手だったんですよね。だから、コーマンの映画って安いから、アメリカ中の安い場所にいっぱいロケに行くので、そこに行く専門のトラック運転手になっちゃったんですよね。で あの、こういう待遇に不満なキャメロンはですね、あの、コーマン自身に売り込みを開始するんですけども、あの、宇宙の七人というですね、僕もこれ映画館で見たんですけども、まあ、スターウォーズブームの頃ですね、あの、三流の SF 映画がいっぱいできたんですよ。で、その中で荒野の七人、もともとは、 黒キ明の七人の侍があって、それをなんかこうネタにした、荒野にし、荒野の七人というですね、まあネタにしたというかですね、パクってですね、映画があってですね、それをさらにパクって、宇宙の七人というですね、うん、あの、どうしようもないですね、あの映画をですね、ロジャー・コーマン作ったんですけども、僕も昔見て、メカデザインだけやたらいいなと。特に宇宙船の着陸客が伸びてくるところとか、すごいかっこいいんですね。でも後で資料を見ると、その、まだジェームス・キャメロンが無名の頃に、この新人の 美術やってるやつが一人で勝手にその,あのデザイナーがデザインした宇宙船デザインとかを勝手に変えてでトイレットペーパーの芯とかを利用して宇宙船をですねかっこよく作り直したっていう書いてあった。こいつセンスーあるなってその頃から思ってたんですけどもですねあの宇宙の人にですね最初だからミニチュアの手伝いだったんですよそれがですね宇宙船の ミニチュア丸々一つ作るようになって、それどころではなくてですね、宇宙船のデザインを自分でやってコーマに売り込み出すんですね。監督とかコーマに売り込み出すんですよ。でも手口がまるで、 太陽の王子ホルスやってる時の宮崎駿と同じなんですよね。あの、東映動画でホルスやる時に、宮崎駿はただに新人の動画で入ったはずなのに、いつの間にかイメージボードを書いてそこら中に貼ってですね、で、こんなシーンがあるはずだと言って、高畑勲はその時は、うわ、こいつ使える天才だと思ったんですけど、アルプスの少女ハイジの頃になると、宮崎駿の勝手にさせるわけにはいかんと言って、宮崎駿の力を抑えることを考えたんですけど、まあ、本当にあの、キャメロンってですね、アメリカの宮崎駿なんですよ。<laughs> そういうやつなんですね。で、まあ、まあ、いろいろ自分の能力を見せつけると。で、おまけにですね、あの、勝手にですね、フロントプロジェクションのですね、あの、機械を作っちゃったんですね。フロントプロジェクションっていうのは、合成とかの手間をなくすためにですね、えー、だろうな、スクリーンの前で俳優に演技させる。で、えー、俳優の真正面からですね、あらかじめ撮った特撮の映像を映写するんですね。 そうするとですね、まあ、あの、うまく映写すると、この後ろのスクリーンとか、あとレンズとかの作用も相まって、ロケしなくてもですね、まるであのその場に俳優がいるような絵が撮れるというですね、そういうまあ便利な機械で、2001年宇宙の旅でですね、使われたんですけど、これをですね、あの、どうやって作るのかっていうのを、カリフォルニア州の、やっぱり州立大学の映画科まで行ってですね、見学してきたあの、キャメロンはですね、あの、ロジャー・コーマンの映画会社の中でそれの簡単な機械を作って、おまけにそれの専用のスタジオまで作って、 で、それ、なんか建物を改造して、コーマンのビルを一つ改造して専用スタジオにしちゃったんですね。で、自分で所長って名乗ったんですよ。なので、周りのスタッフからは大貧粛なんですよ。こないだ入ったバイトのミニチュアの作る男が、いつの間にか宇宙船のデザインやって、 アローことかビル一つ占領してですね、で、そこにフロントプロジェクションの機械設置して、で、そこの所長って名乗ってるわけですから、これはもう嫌われて当たり前で、そのキャメロンが周りから嫌われるっていうのは、前回もちょっと話したんですけど、この頃からだったんですよね。で、まあ、あの、ところがま、ロジャーコーマは安くできれば何でも OK なのでですね、 どれぐらい、まあ、あの、安くできれば何でもオーケーな男かっていうと、ロジャー・コーマンですね、このキャメロンが来た時代にやってたじあの仕事がですね、風の谷のナウシカのアメリカでのビデオ販売だったんですね。ナウシカのね、あの、アメリカの販売券ですね、徳マから買ったんですよね。<laughs> これ鈴木敏夫がですね、アメリカで売っちゃったんで、後々鈴木敏夫と宮崎駿を大喧嘩することになったんですけれどもです大、ね、喧嘩の現場、僕もいました。あの、アニメージュグランプリの会場でですね。<laughs> まあ、いた、まあ、それはまあ、以前にも話したことがあるんですけど、それがね、あの、ロジャー・コーマンが買ったんですよね。でもう、え、上映時間が長いってことでもう、まずですね、あの、映画をですね、20分ぐらいパーンとカットして、で、吹き替えるときにですね、勝手なセリフを入れてですね、で、おまけにですね、ちょっと、あの、テンポがゆっくりな、に、 ロジャーコーマに思え、思えたところはですね、あの、早回しするというですね、ビデオの早回し機能を使って、それを再録画するというですね、悪魔のような手法を使ってですね、評判の悪いですね、アメリカ版のナウシカを作ったりしてたんですよ。まあ、それぐらいですね、安く、あの、簡単に、よその国から買った映画でもですね、どん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 ,どん売っているような男だったんですけど、まあ、そんなロジャーコーマにこみまくって、27歳でようやった初監督作品です。えー、殺人魚フライグキラーという。 やつなんですけど、このフライングキラーはね、あの、途中でね、降ろされちゃうんですね、実は。降ろされちゃうんでですね、キャメロンは自分の作品、フィルムグラフィーにあの入れてません。なので、公式キャメロン本には載ってないんですけど、ウィキペディアとか、キャメロンの評論本にはみんな載っててで、みんなキャメロンがこの作品のことをどんなに嫌がってるのかっていうの書いてるんですけどもですね。で、しかしですね、この殺人グフライングキラーはですね、監督降ろされる前のキャメロンはかなり命かけてました。あの、ジャマイカでね、撮影だったんですよ。 なんでそんな遠いところなのかっていうと、もうコー,コーマンですからですね、1円でも安く撮影できるところを探した結果、殺人魚フライングキラーというですね、軍が開発した、えー、な,なんだろうな、あの、ピラニアみたいな、でもあの、飛び魚みたいに羽がついてて、空飛ぶ魚みたいなのが人間を襲うみたいな話なんですね。で、そういうのを一番安く取れる場所、どこかっていうとジャマイカだったんですね。で、ジャマイカに行ってですね、まあ、コーマンに映画撮ってこいというふうなことを言ってですね、コーマンが、 あの、俳優より一日早くジャマイカ行ったんですよね。だから交通費かかるんですけど、交通費かかるんですけれども、結局アメリカでロケするとかよりもう全部安くつくという、トータルで計算したらそうなるんでですね、ジャマイカ行ったんですよ。で、 ジャマイカ行ったらコーマンが、あ、コーマンがじゃキャメロンが驚いたのはですね、現地のコーディネーターが何もしてなかったことなんですよ。現地のコーディネーター、はいもう準備 OK です、はい大丈夫です、大丈夫ですっていうのは、全部ジャマイカ乗りだったんですよね。ジャマイカ乗りでなんとかなるさ、なんとかなるさと思って、で、キャメロンが来たらですね、何一つ準備してない。それだからロケの、 ロケ半分してなければ、ロケの現場も確保してなければですね、どこでどういうふうに撮るのかのプランとかも分かってない。それどころか現地の天気予報さえ調べてないので、一体本当にこれから 一週間足らずの間に全部取らなきゃいけないんだけども、晴れるのかどうかもわかんないんですよ。で、その現地のコーディネーターとキャメロンですね。キャメロン一生懸命自分を抑えて喧嘩にならないようにしてたんですけど、話してるうちにだん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 目の前がクラ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 してですね。その、そいつちょっと置いといて道へバンと飛び出したんですね。で道へ飛び出して、本当にマジで、 最初にと、あの、通った車の前にバーンと手を出して、ちょっと待てって言って、で、中から兄ちゃんが出てきて、なんだお前危ないじゃないかって言ったら、あの、10ドルバーンとそいつに渡してですね、<laughs> あの、今日からお前は3日間俺の運転手兼通訳だと。 えー、とりあえず俺をこの周りへ、なんかこうぐる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 案内しろって言って、その若者本当にマジで3日間雇ってですね、で、ぐる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 回ったんですね。で、1日目でとりあえず病院見つけて、警察署見つけて、で、な、な、なだったっけな、なんかデパート見つけたんだったかな。で、これ全部ですね、その場で撮影許可、コーマン、あの、キャメロン取っていくんですよ。 で、それもですね、その場で、あの、メモ帳をですね、そいつが持ってったんで、それ借りて、ペン借りて、もう全部後で俺が払うって言って、ペンとメモ帳を取り上げてですね、でその場で、車で移動してる最中に手書きで契約書書くんですよ。で、手書きで契約書書いて、病院飛び込んで、明日からここ使いたい。午前中空いてるか、空いてないか、じゃあ、どこだったら空いてるとか、夜空いてるところないかって言って、その病院を交渉して、撮影場所として押さえて、手書きのやつやって、で、その場で、その の病院に3ドルとか5ドル手付金渡して、はい、次行けって言って、次警察署行って、この警察署であさってロケしたいって言って、そのまでまた契約書書いて、また3ドルか5ドル手付金渡してっていうのを繰り返したんですね。 その一日目の最、夜、最後に見つけたのがですね、死体安置所だったんですよで。死体安置所見つけて、これはバッチリだと。なんかさ、フライングキラーの、あの、例えば遺体を解剖するシーンとかそういうので、あの、なんか不思議なものがあった、この歯は何だっていう時にこれはいいぞということで、死体安置所契約しようとしたんですよ。で、中入ったらですね、 ジャマイカの死体か、あの、暗証ですね。死体がいっぱいで、なんかあの、解剖用のベッドあるじゃないですか。そこにですね、死体があるんですけど、その上に積んで、さらに上に積んで、死体の三段画材になってたんですってで、いくらなんでも本物の死体は使えないから、この死体明日までに片付けといてくれっていうふうにキャメロン行って、とりあえずその日はホテルにかって泥のように眠ったんですよね。で次の日の朝、もう、 あの、カメラのスタッフクルーとかですね、あと俳優がアメリカから来るんですよ。すいませんね。全然まだまだあの、タイタニックに入りませんけども、あと10、10分ぐらいこんな感じだと思います。で、アメリカからですね、来るわけですよ。で、来てですね、キャメロンはですね、よっしゃ、もうロケに行こうって言って、まあまあ、最初にですね、病院のシーン撮って、警察署のシーン撮って、で、夕方になったらですね、あのまあ、光の加減が良くなるんですね。あの、いわゆる、 誰が撮っても名画に見えるっていうですね。なんかこう、夕方の光になるんですよ。よし、そこであの下半うあの下半身長、高いところに窓があったから、そこから斜めに刺す光で、いい感じになるだろうってキャメロン思ってですね、バーッと行くんですよ、ね。で、俳優とかを案内してですね、ドーバーンと開けたらですね、床中ゴキブリだらけなんですよね。で、ゴキブリだらけで、あーって思ったんですけど、キャメロンが、いや このゴキブリにも出演していただこうと、ゴキブリ撮ったらリアルじゃないかってことで、あのジャマイカのゴキブリがめちゃくちゃでかいんです。これはなんかちょっとそれなりにシーンになるわと思って、もうその場で自分でですね、カメラ回し出して、アメリカじゃないからね、 あの、アメリカのですね、そのなんか、組合がうるさくないんですね。だから、アメリカだったら本当はカメラマンがカメラ回さなきゃいけないんですけども、誰が回してもですね、別にあの、なんだろうな、え組合違反にならないんですよ。だからもうキャメロンそこでゴキブリとかを取り出して、よし、これも取ろう、これも取ろうということで、中へ入ってくる。で、中へ入ってたらですね、あの、約束してた死体片付けるっていうのをやってくれてなかったんですね。で、キャメロン小学うから自分でガーっと死体を向こうに押して、ベニヤ板を3枚ぐらい立てかけて、 俳優に見えなくしたんですよね。で、よし、じゃあもう、夕日がいい感じになってきたから、このまま撮影始めようと思ったら主演俳優が、そのついたての向こう何なのっていうふうに聞くんですよ。で、いや、あの、死体なんだよっていうふうに言うんですね。で、キャメロンのスタッフたちは、アメリカから持ってきた、あの、死体のダミーですね。それをですね、こう、部屋の真ん中の手術台の上を置いたりしてるんですよ。で、まあ、これで撮影するはずだったんですけど、主演俳優が、いや、 そこに本物の下あるんだと、それ使えばいいじゃんというふうに言い出してですね。あの、なんだろうな。下、下にそのまま本当に使えばいいじゃん。リアルなんだからというふうに言って、キャメロンが止めるも構わずですね。主演俳優がベニヤ板をずらして見た瞬間に、主演俳優がゲロ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 と吐き出してですね。ちょっと収録ができなくなったと。で、 これはやばいと。まあ、あの、みんなこれはやばいなと思ったんでですね。キャメロンが、えー、とりあえずちょっとみんな、あの、外でご飯食べないかと。ケータリング用意してるんだと。キャメロン前の日にですね、ケータリングでご飯の手配までしてたんですね。で、みんな外へ出てですね、俳優とかスタッフが楽しく、とりあえず先にご飯食べようかと思ってご飯、まあ、あの、食べてる間ですね、キャメロンが、どうしようかなと思ったらそこにですね、あの、死体アンチションスタッフがやってきて、 これあの、墓場へ回すことになったから、一番下の死体だけ持っていくわと、三段重ねの死体ですね。一番下の死体が持っていくわと言って、一番下の死体だけずるっと引き出して持ってったら、他の死体も床の上だんだんと落ちて、床が血まみれになってですね、キャメロンはみんなと一緒にご飯を食べずに、時々外へ飛び出て、みんなどうサラダは足りてるとか、ドレッシングここにあるよとかって言いながらですね、床掃除必死でしてですね、なんとか取ったというのが、まあ、キャメロンのデビュー作、殺人魚、フライングキラー。 って映画なんですよ <laughs> あもうもうレジュメなんか見ずに話してる <laughs> ところがですねそのキャメロンですねこのフライングキラー降ろされちゃうわけですねいまあ、未だにトラウマになってますでえー、まあ降ろされた理由は本当になんかあのロジャー・コーマンが思ってたような映画にならなかったということであのちゃんといい映画になってるんですけども。 で、おまけにですね、そのロジャー・コーマンの映画自体も次の年にですね、えー、倒産してしまいました。ということで、キャメロンはですね、わざわざとトラック運転手を辞めて、ロジャー・コーマンの会社に入って、で、そこでまたトラック運転手から成り上がって、ついに監督まで行ったのにですね、えー、監督第一作でですね、途中で降ろされてで、えー、会社を倒産してしまうということになったんですね。で、 そのままですね、ロサンゼルスにですね、引っ越して、まあ、ロサンゼルスの中央部、主部に引っ越してですね、ターミネーターの脚本を書いて、売り込みを始めました。で、これが割と好評だったんですよ。で、ターミネーターの脚本の出来の良さで、ランボーの続編ですね、ランボー2怒りの脱出ですね、と、エイリアン2の脚本の依頼が来たんですよ。かなりこれでキャメロンの脚本がですね、優秀であるということがわかります。えー、っとね、 ハリウッド監督って最初の頃はね、割と自分で脚本を書くんですけど、途中から人に書かせるんですね。ところがキャメロン、未だにですね、あのー、最新作のアバターに至るまで全部自分で脚本を書いてるんですよ。割と珍しい監督です。脚本上手いんですよ。 で、この仕事を取ってきたプ,あのプロデューサーがですね、コーマンの会社のアシスタントのですね、結構あの美人のですね、ゲイル・アンハードっていうですね、女の人です。えー、で、このゲイル・アンハードはですね、後にキャメロンの二人目の奥さんになってですね、ターミネーター、エイリアン2、あとウォーキングデートの中のプロデューサーにもなるんですから、かなり優秀な女の人ですよね。 で、この後、まあ、キャメロンのですね、映画人生は、まあまあ順調です。本当にターミネーターがメガヒットして、エイリアン2もヒットしたんでですね、脚本家としての仕事ももういっぱい来るんですけど、もう自分でこの映画を作りたいって言って作れる立場になったんですよ。しかし、えー、アビスという映画ですね、あの、海の底のですね、あの、まあ、冒険を描いたですね、1989年の映画で、これでね、 結構ね、こけちゃったんですよね。ものすごい予算かけたんですけども、こけちゃったんですね。だでただまあ、キャメロン転んでもただでは起きないので、そのアビスで使った、えー、CG 技術ですね。水の中にいる宇宙人がですね、その水の、水だけがガーッと動いてきて、それが人の顔になってっていうですね。これをですね、ターミネーター2で T1000、T1000 っていうですね、液体金属でできたあのモンスターみたいな、 えー、なんだろうな、景観からですねあの、自由に変形するやつ言いましたね。あれの技術に応用してたんですよ。だからか、まあ、あの映画を一本作るために新しい技術を開発してっていうですね、割とすごいことをやって、それでちゃんと後で元を取り返す人なんですよねあの。好きなことをやってるだけだったら、どん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 仕事がなくなってしまうというのは、もうやっぱ、 一回目のですね、ロジャー・コーマンのところで懲りたんですよ。それよりはヒットさせて、必ず儲けて、その技術を次に使ってっていうようなことで、ハリウッドのその出資してくれる人たちから、あいつは儲かる監督だ、あいつに好きなものさせたら絶対に儲かるよというふうに思わせないと仕事にならない。これが分かってたんですね。えー、さてですね、まあ、あの、アビスでですね、失敗してターミネーター2やって、まあ、それでやっと生き返ったんですけど、次回作はどうするのかですね。1980、 で、ここでですね、事件が起きます。1985年にですね、アメリカとフランスの合同探検隊がですね、合同遠征隊っていうのかな、あの、大西洋の深海4000メートルでですね、沈んでいたタイタニック号を発見したんですね。これはもう世紀の大ニュースとして有名になりました。えー、沈んでいたタイタニック号っていうのは、こういうふうにですね、あの、二つにへし折れた状態で、 600メートル離れてですね、こう沈んでたんですね。かなり離れて沈んでたんですよ。で、えー、これでまあまあ,あの、いくつものことが分かりました。とりあえず、この前半分がかなり、えー、完全な状態だというふうなこと。昔の説ではタイタニック号っていうのは、こう くっついたまま沈んだと思われたんですね。でくっついたまま沈んで、ドーンと落ちているなので、ぐちゃぐちゃに崩れただろうというのが分かったんですけど、実は前半分と後ろ部分が離れてで、この前半分がスーッと落ちて、ほとんど静かに着水したんですね。だからこの前の方のです、ね、手すりなんかもまだ綺麗に残ってるし、窓なんかもですね、割れずに残ってる部分すらあった。これが1985年に発見されたで。次にですね、この後ろ半分はかなりぐちゃぐちゃに壊れている。 ということは、この後ろ半分っていうのはどういうふうに沈んだのかというと、どうも垂直に沈んだんじゃないのかというのが分かってくると。なんでこんなことになったのかと。キャメロン、これをです、ね、あの確かめるためにです、ね、わ,ざとでわざわざです、ね、あのこれのでかい模型を作ってです、ね、水槽の中で実験までしてるんですけどもあのバナナ現象って彼は呼んでるんですけどバナナをポキッと折ったら川の一部分だけでつながるときあるじゃないですか。それと同じようにです、ね、タイタニック号もです、ね、沈むときに 頭から沈んでポキッと折れたんじゃないかとこれ前から言われてたんですけどもあのいやそんなはずがないと折れたんではなくてボイラー室が爆発したんだエンジンが爆発したんだといろんな説があったんですけども結局まあ折れてないだろうという説に落ち着きかけたんですよでキャメロン実験してですねここの部分底の部分だけがくっついてこう折れて最初こう沈み出すとそうするとこいつが重みで引きずられてで がっと前半分が落ちて沈んでいったら、今度は逆にですね、沈みかけてて後ろが一回コルクビンのように浮かんで、で、またこう垂直に沈んでいくと。こういうふうな現象があるというのを発見したんですね。発見したというかですね、実験でわざわざ検証までしたんですよ。で、あの、タイタニック自体はですね、実はそのキャメロンが、あ、これ映画で、 作ろうかなと思ったのが、1985年に発見されて、映画作ろうと思ったのがですね、94年ぐらいですからですね。実は9年ぐらい後なんですよね。その間にタイタニック号って、かなりね、問題が起きてました。まずですね、タイタニック号自体は誰のもんでももうなくなってたんですよ。持っていた会社はですね、あの、ホワイトライン社はですね、と,とっくに倒産しているしですね、えー、沈没してもう数十年経ってるのでですね、あらゆるですね、その訴訟とかが終わった後なんですね。財産権がどこにもなかった。 で遺族の遺品っていうのもですね、あの、誰もですね、その権利を主張してなかったんで、海の中にお宝が眠ってる状態だったんですね。なので、初期のですね、タイタニック号のですね、あの、タイタニック号から出てきた遺品とかですね、そういう遺跡とかというのが日本でも展示当時されたんですよね。で、ああいうのは全部実は勝手に潜っていって盗んだものなんですよ。盗んでいった、だって言ったら失礼ですけど、まあ、所有権誰にもないですからね、あの、取ってきたようなもんなんですよ。 で、キャメロンはですね、これこのまんま放っといたらタイタニック号無くなっちゃうぞってすごい危機感を覚えたんですね。で、タイタニックの映画作りたいなというふうに思い出したんですけどもですね、まあ、思い出したらですね、タイタニック、あの、キャメロンね、ターミネーター2で当てた後なので、そこそこね、自由になる金、ね、あったんですよ。なので、えー、キャメロンですね、その、 ナショナルジオグラフィックのですね、その記録映画を見た後ですね、いきなり1994年ですね、モスクワに行ってですねで、ロシアの海洋学アカデミーのですね、スタッフと話します。いきなりもう本当にその映画見て、うわ、これいけるんじゃないかと思ったその日のうちにですね、モスクワまで行ったんです。で、ロシアの海洋学アカデミーというのはちょうどソ連が崩壊した後なのでですね、1年半予算ゼロでやってたんですよ。で、ハリウッドから有名な監督が来るってことでもうみんな、 大喜びでいや、何でもしますよ何でもしますよハリウッド映画に協力しますよというような感じであの歓迎した,したんですよねで。キャメロンはですね、彼らの持っている海洋調査船ケルディック号って言うんですけど、ケルディッシュ号だ。ケルディッシュ号をチャーターします。で、えー、そのですね、ケルディッシュ号をですね、チャーターして、じゃあちょっとこの船で、あの、早速タイタニック号を見に行きたいって言ったんですけども、その時にですね、 キャメロンが持ち込んだのがですね、巨大なタイタニック号の模型だったんですよ。えっ、ー、とね、この模型大体いい70センチか80センチくらいあるんですけど、この10倍の模型を持ち込んだんですよ。あのね、35分の1のタイタニック号の模型ですね、全長7.7メートルの模型をケルリッシュ号に持ち込みました。で 何の、もう、もう、ケルディシゴってですね、真ん中にでかいリクレーション室があったんですね。で、そこにスポーツジムがあって、いろいろですね、隊員たちがですね、休める設備があったんですけど、それ全部取っ払って外して外して、あの、一番でかい部屋にこの7.7メートルのですね、調査船ですよ。タタニック号の模型ドーンと置いたんですよ。で、何のためかっていうと、これが、あの、まあね、一応、ケルディシゴの、ね、スタッフたちが、ウォッカの蒸留装置だけは残してくれと。 密造州のウォッカの蒸留装置があったんですね。それだけ残してくれって言ったんで、それだけ残してですね。で、えー、実際に潜水艇に乗る、潜水艇2隻あったんですけど、あの、潜水艇2隻に乗るですね、操縦士たちに小さいビデオカメラを持たして、この7.7メートルの模型の上で徹底的にみんなに研修させたんですね。どういう状態で海底にあるだろうかと考えて、俺、多分これの映画作ることになるんだと。で、 主人公がここに立って、ぐーっと回り込むシーンが撮りたいと。で、この回り込むシーン撮りながら、今、その昔の綺麗なタイタニック号から、昔の、あのあ今、うん、昔の綺麗なタイタニック号から、現在の海底のボロボロなタイタニック号に、そのまんま、あの、なんだろうな、絵が変わる絵を撮りたいと。そのためには、お前らが完璧にどういうふうな、 絵を撮るのかシミュレーションしてくれないとわかんないんだと。だから全員カメラ持って研修するぞっていうふうに言って、えー、キャメラのですね、研修が始まったんですね。えー、それがこれ、これですね。<laughs> これね、ケルディ集合の中で、さらにですね、あの、ボロボロの状態のですね、正確なやつを作った時の,あのカメラテストなんですけども、ケルディ、あの、船の真ん中のですね、部屋に、 ボロボロになったタイタニック号の巨大な模型を置いて、で、ロシア人のカメラマンですね。ここ下もそうですね。ロシア人のカメラマンに話をするキャメロン監督なんですけど、ビデオカメラを持たしてですね、で、徹底的なシミュレーションをすると。これはあの何かっていうとですね、プレビズなんですよ。あの、シンエヴァンゲリオンでアンド君がやったことですね。えー、で、あの、実はですね、シンエヴァンゲリオンでプレビズやる前に、 プレビズをですね、やった作品が日本にもあった。それ何かって言ったと、ローレライという映画なんですよ。樋口真二監督がですね2005年に作った映画でですね、庵、えー、野秀明もですね、あの水平役で出演しているんですけども、ローレライって僕、僕昔から不思議だなと思ったのが、ローレライのね、潜水艦のミニチュアサイズがやたらでかいんですよ。7メートル以上あるんですね。なんで7メートル以上もあるのかと思ったら、あのローレライのですね、 ひょっとしてと思って調べようと思ったんですけども、うローレライの資料なんかほとんど残ってないんですよ。で、しょうがないからですね、ローレライの、なんかあの、ムックがですね、ようやっとですね、古本屋で見つかったんでですね、取り寄せて調べてみたらですね、やっぱりそうだったんですよ。えー、樋口信者はですね、ローレライでですね、ローレライに出てくるあの、異号潜水艦のですね、7. 何メートル、7メートル以上ある模型作って、プレビズ取ってたんですね。で、 なんでかなと思った。あの、実はね、1990年代から2000年の頭にかけて、日本の映画監督とかですね、アニメ監督がハリウッド映画のメイキングを見て、ちょうどその時 DVD の時代になったんですよ。あの、VHS ビデオからですね、DVD に流れが変わってきてですね、特定映像でメイキングつくようになったんですねで。メイキングがついてくるので、これどうやってるのか、どうやって撮るのかがやっとわかってきたんですよ。 それを見ながらですね、樋口真嗣とかがですね、あこういうふうにして撮るんだ、こういうふうにして撮れば、実はコストも安いし、本格的な絵が撮れるんだっていうのは分かってた時代なんですね。で樋口真嗣はですね、おそらく <coughs> まあ、さすがにこの本の中でもタイタニックとは書いてないんですけども、あの、でかいミニチュアを作ることに固執して、でそれでですね、プレビズですね、つまりビデオカメラを持ってですね、あらかじめ潜水艦の周りを舐めるように撮って、で、本、本、あの、本編でどこを CG にして、どこを特撮にするのかの割り振りっていうのを決めたっていうのが書いてあったんですね。で、それをですね、まあ、1900、えー、とですね、あの、84年かなあ、違うな、90。 あ94年だ。年の時点でやったのがこのキャメロンなわけですね。あの、ローレライではですね、実際にその、あんまりその巨大なミニチュアによるプレビューズって効果が出なかったんですけども、まあ、あの秀明はですね、あの子はですね、新エヴァで使いこなしたというふうになると思います。で、後にですね、キャメロンがですね、あの、メキシコに巨大な、あの、スタジオを作ることになるんですけど、その時もですね、最初にですね、メキシコに持ち込んだのが、 これ、あの、その7.5メートルよりもさらに大きいですね。13.5メートルのですね、<laughs> 20分の1のですね、あの、タイタニックの模型をまずメキシコに持ち込んだんですでなんでそんなでかい模型を最初に持ち込んだのかっていうと、これからあのメキシコに巨大なプールを作って、そこに実物でのセットを作るわけですね。で、どの向きにタイタニックを作ればいいのかっていうのを調べたかったんですね。もう 撮影期間分かってるわけですよ。大体あの4ヶ月ぐらいあって、太陽がこっからこ、あの登ってこっから沈むっていうのが分かってるから、じゃあこの13.5メートルの模型持ち込んで地面の上に固定して太陽がどういう風に当たるのかっていうのをシミュレーションしといたら、後で合成用の素材作るときでも、スタジオ内で人工証明でやるときでもバッチリ分かるので、まず巨大なミニチュア持ち込んで現地で日が当たって日が沈むまでにどういう風に太陽が動くの分か、っておけば、 で、どの影がどこに刺すのかは分かっておけば、実物大のタイタニックを作っても、後で、え、こっちの方向から太陽ちょっと不便だなっていうことがなくて済む。そういうふうなことを考える人間なんですね、キャメロン。なので、まず最初にロシアの船に持ち込んだのも巨大のミニシャ、メキシコに最初に持ち込んだのも巨大のミニシャ、そんな男なんですよ。で、えー、それをですね、まあ、あの、まあ、 えー、13.5メートルのですね、まあまあ、メキシコの話にちょっと飛ぶんですけども、あの、持ち込んでですね、最初に、あの、撮ったのが、やっぱこうプレビズなんですよね。えわ、ー、かりますかあのね、上がね、プレビズの映像で、下が実際の映画内の映像では、ちょっとあの荒れててわかるんですけど、これ僕、メイキングの映像からですね、あのちょっと抜いてきたんですよね。えー、13.5メートルのミニチュアの先にですね、人形を置いてるんですね。で、キャメロンがですね、あの、 カメラを持って、こういうふうに回り込んで撮るんだっていうシーンと、全く同じシーン。これ上のシーンも動いてたんですけど、全く同じシーンが、えージャックですね。ディカプリオがですね、俺は世界の王だって言って手を広げて風をこう受けるシーンと。同じになってるんです。こういうふうにしてですね、プレビズであらかじめ撮ると、えなんだろうな。後に自分がどんなシーン撮りたいのかって、俳優にもスタッフにもすごい説明できるし、 で、クレーンとかを動かすときもですね、こういう風うに動かすんだっていうのは説明ができると。で、説明ちゃんとしてると失敗がないのでですね、その与えられたスケジュール内でベストの絵がすごく撮れやすいようになる。そうすると基本的にはスケジュール管理も楽になるし、良さもどん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 落ちていくっていうのがまあキャメロの考え方なんですね。で、まあ、プレビュー主義っていうのは、 キャメロンが初めてですね。で、その後、ローレライの樋口真嗣が日本へ持ち込んで、新エヴァでアンオンの秀明がですね、初めて多分日本で使いこなしたという,うことになるんじゃないのかな。ちなみに僕はあのプレビズ面白いなと思ったのは、あの、今話してわかるように、ハリウッドでプレビズを使う理由っていうのはコストを下げるためなんですよ。あの、潜水艦で潜って、えー、タイタニックの実物を取るときに無駄な動きしなくて済むように、ロシアの潜水艦乗りたちにですね、潜水艇の操縦士に、 カメラを持たせて、こういう風に撮りたいから頼むよっていう風に、コストを下げるためなんですよね。ところが、日本でのプレビュズの使い方は、新映画でわかる通り、コストを下げるためではなくてですね、あの、品質を上げるためなんですよ。かっこいいアングルを見つけるため、かっこいい構造を見つけるためって品質を上げるためなんですよ。クオリティアップのために使っちゃうんですよね。あの、CG と同じです。ハリウッドで CG を使う理由は、ただ単にコストを下げたいからなんです。 でも日本で映画の中で CG 使うというのは絵のクオリティを上げたいからなんですね。これの差が面白いですね。えー、こうやってですね、えー、キャメロンはですよ、ね、海底で本当のタイタニックに会いました。本当にロシアのね、あの、潜水艇をチャーターして自分自身で潜ったんですよ。潜ってですね、えー、タイタニックを見てきたんですよ。しかし、見てきたと言ってもまだですね、タイタニックを作るというふうにはですね、え、キャメロンなかなか決心できませんでした。 あの、キャメロンはですね、そういうわけで,ですね、タイタニックを作る前に、トゥルーライズっていう映画ですね、シュワラツネガ主演のアクションスパイ、アクションスパイコメディなんですけど1994年を完成させてですね、まあ、タイタニックには迷ってました。もうどう考えても予算はですね、8000万ドル以上かかると。80億円以上かかるし、おまけにシリーズ化もできないと。だってタイタニック沈むんだもんと。でおまけにタイタニック沈んでほとんど死ぬよって結末をみんな知ってるので、 これ映画でやっても儲かんないよ。でも俺作りたいんだけど儲かんなかったら俺のキャリアここでおしまいになっちゃうというふうに考えたんですね。で、同時にですね、この8000万ドルで済まないんじゃないかなってキャメロンも思ってたんですよね。トゥルーライズがね、1億ドル超えて、あのー、ちょっとキャメロンもですね、これは偉いことになってきたぞというふうに思ってきたんです。あ1億ドル超えたのはあれか。あのー、アビスだ。アビスで1億ドル超えて、で、あのー、 赤字になったのですね。そこから先トゥルーライズとかちょっと少なめの予算を作ったんですけども、キャメロンはとりあえず予算を大きくするの嫌いなんですね。そういうふうにすると、いろんな会社がいろんなことを言ってきて、どんどんどん動き取れなくなるとで。そうじゃなくて、もっと小さい作品を作ろうということですね。大騒ぎする作品じゃなくて、ET みたいなものを作りたい。小さな作品で、なんか心に残るようなですね。そういうのを映画にしたいということで,ですね。キャメロンがですね、 次の作品として選んだのがですね、1930年のジョージア州を舞台にしたローアャですね。耳も聞こえなくて、あの声も出ない女の子がですね、主人公の映画を撮ろうとしました。これはあの、えー、小説の原作権を買ってですね、で、キャメロンはですね、この小説をですね、えー、脚本に書き直し出したんですね。で、しょ。 で、脚本ですね、できたから読んでくれっていうふうにですね、あの、デルトロ呼び出すんですよ。で、デルトロですね、呼び出して、脚本できた、俺新作の脚本できた、読んでくれというふうに言って戦、ね、あの、デルトロ見せたらですね、デルトロがですね、おいおい、ちょっと待ってくれよ、やめろと。あの、ジョージア州の話なのに、なんでこれ舞台がタイタニックなのって言うんですよ。<laughs> なんでと。デルトロ呆れ返えてですね、お前は小さい作品を作りたい、あの、地味な、 女の子の話で、俺にもこんなのが作れるんだって、スピルバーグの ET のような小さい話を作りたいって言ってたんじゃないのかって言ったらですね、あの、キャメロンがですね、なんかもう語り出してしまったんですね。その時デルトロが笑いながら突っ込んだらキャメロンが真剣な顔して語り出して、えー、タイタニック潜ったんだよ10時間かけて潜る10時間かけて潜って、 もうビニール袋与えられてトイレはもう全部そこでしろと。おしっこもうんちもそのビニール袋でしなきゃいけないと。そうやって10時間かけて潜っていったら何があったと思うと。ああ ?4000 メートルの海底に着いたら目の前にでかい山があったんだよな。で、山があって、あ、これあの山があるから越えなきゃいけないと思って、で、スクリュー回したんだ。スクリュー回したらもうね、海の底沈殿物だらけだからスクリューでぐわーっと砂が舞い上がって、 泥が舞い上がって何も見えなくなると。で、潜水艦がその山をこう、よいしょっとレーダーを見ながら乗り越えたら、で、止まったんだよと。とりあえず前に何があるかわかんないから。で、止まったと。で、止まってライトつけて、ようやっと周りの沈殿物が落ちたら、目の前に壁があったんだよ。タイタニックの胴体が目の前にバーンとあったんだよと。とあと3メートル前に進んでたら衝突してたんだ。やばいっていうふうなことで、次はスクリューを垂直に回して、 垂直上昇したんだよね。そうすると、垂直上昇しちゃうと、また泥が舞うんだよ。泥がうわーっと舞って、また前が見えなくなるから、危険なので、バックかましながら、あの、上昇したんだ。で、だいぶバックかましたら、レーダーの方に、あの、1メートルぐらい下に地面があるっていうのが分かったんで、あ、じゃあ、とりあえず着地しよう。ゴグンと着地したと。で、そこで泥が、あの、降りるのを待って、ライトつけたら、そしたら、 目の前にタイタニックのここがあったんだって。つまり、キャメロンね、ここに着陸してたんだよ。多分、最初、ここ、ここにですね、あの、近くに、目の前にあった壁っていうのはここで、で、こっから水上昇して、偶然このタイタニック号の前の甲板だよね。ここに着陸して、で、真正面にこの窓を見るような感じ。で、この窓が、 まだ全部ちゃんと残ってるんだ。で、あのー、も,うもちろん、その瞬間は、すごいって思ったんだけども、1秒も感動しなかったと。0.5秒ぐらいは感動したんだけど、すぐによし、カメラ回そうと。とにかく10時間かかってここまで来ていると。で、おまけに、まだ正式に契約してないから、この調査のための、この、 ロシアの調査船のチャーターから潜水艇のチャーターまで全部キャメロンの自腹だったんだよね。なので、とにかくカメラ回そうと言って、カメラ回してバーッと撮ったと。で、あの、最後まで、例えば、タイタニックの沈む時にね、あの、楽団が演奏していた場所とかも撮ったと。これも、後で映画撮る時は絶対ここ使うことになると思ったから、もうそこを撮ろうと綿密に、 その7.5メートルの模型作って何回も何回もシミュレーションしたんだから、そこを正確に、まあ、具体的に言っちゃえば、こ、ここなんだけども <laughs>、ここをこう、あの潜水艇で通り過ぎて、ちゃんと2台、潜水艦2台じゃあしたんだよね。1台を照明係にして、もう1台でこう、ガーッと撮ってですね、あの、取ったと。で、あの、それでは俺はいい絵が撮れたなと思って、帰ってきたんだよ。 で、帰ってきて、まあその日の夜は、そのロシアのチャーターで密常酒のウォッカ飲んで寝てたら、そしたらその日の夜、いきなり夜中に目が覚めて体が震えて止まんないと。で、涙がボロ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 出てくるんだ。とで、なんでってデルトロが聞いたら、いや、タイタニック本当にあったんだよ。って語るんだよね。あの、ロシ、一緒に潜ったロシア人たちは、あの窓の中から人が見てる気がするって言ってた。 俺はそんなの気にしなかったんだ。まあ、迷信深いなというふうに思ったんだけども、まあ、ガラスだからそんなふうに光が反射することもあるだろう。人が見,あの見ている気がするというのもなんかそういうふうな気がするだろうけども、今になってそれは気持ちがわかると。あいつら気持ちがあると。あそこに勇敢な人も卑怯な人もみんないたんだよ。タイタニックが沈むときには勇敢な振る舞いをした立派な人もいっぱいいたし、卑怯な振る舞いをした嫌な奴もいっぱいいたと。でもそいつらは 全部まだあそこにいるんだっていうふうに言ったんだよね。で、俺らは何してたんだと思うと、俺らは、その彼らの、その勇敢な奴らの、卑怯な奴らのお墓の上で、いいものが取れたとか、このショットはこっちから取ればよかったというふうに大騒ぎしてたんだよと。人の墓の上で俺たち大騒ぎしてたんだよっていうふうに、キャメロンはね、デルトロに行ったんだって。で、デルトロは、まあそれを聞いたらキャメロンの気持ち分かって、 いやもうな、もともと俺はね、あの、お前が小さい映画なんか作るはずがないと思ったよとこれからはお前のこと絶対信用しない。お前がなんか小さい映画作りたいって言ったら、それは次の映画、史上最大の良さの映画になるという意味だっていうふうに言い返したんですけどね。で、そういうふうにデルトロが混ぜっ返したらキャメロンは、タイタニックを舞台にしたラブストーリーじゃダメなんだと。そうじゃなくて、本当にあったタイタニックを 本当にそこに人がいたんだっていうふうに思ってもらわないとこれダメなんだよっていうふうに言ったんだ。そこから映画タイタニックというのは始まったと。えー、キャメロンの冒険ですね。ここから先あの、後半限定でまだ話が続きます。<laughs> 岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。